ついちゃいましたね。よいしょ、大きくないんだと思います。あ、沈みましたね。銅線のアメンボ、エナメル線で作ったアメンボですね。これを水に浮かべるという操作です。まずこのアメンボの作り方なんですけど、長めのエナメル線ですね、これを中央部分を持ちまして、これをねじります。四五、今5回ぐらいねじったんですけど、短めのエナメル線をここに重ねてさらにねじります。で、短めのやつは戻して、またさらにねじってですね、ちょっと長さがアンバランスになるかもしれませんけど、その場合はハサミでカットして、前足を、短いの前足、前足にして、中足を前の方にやっぱり突き出して、後ろ足を揃える感じですね、うん、こう置いた時に水面にこう、水面をこう弾くように、こう少しこう曲面をつけて、だいたいこう着地するとこがだいたい同じ高さになるように、着水するとこがですね、同じ高さぐらいになるところに調整してると、調整すると良いと思います。はい、開きました。最初こう水面が歪んで、その水こう光がですね、下の方に、器の底の方にですね、この水面の歪みが分かるこの影ができていると思います、ね、ですね。でここに爪楊枝の先に洗剤をつけたものですね、これをツンとキュッとこう動きますね。水面に洗剤が広がって表面張力が弱まるわけですね。これを繰り返していると、だんだん表面張力が弱まっていって、器が大きいのでね、洗剤の影響があまり大きくないんだと思います。あ、沈みましたね。